ましたよ。もう引く、いい曲がり、どうかな。うっ、すげえ引き、うわ流れが強いから、いけっかな、いけっかな、よいしょよいしょ、バッチ、俺もダビーチフィッシュいただきました。ちっちゃいけど、さっきのマッチで比べたらお子ちゃまサイズ。はい、初ダビーチフィッシュ釣れましたよ。で、ドリフトさせたらガツッと、あ、60センチじゃないですね、50あるなしって感じですけど、はい、ダビーチと秋のシーバスくんです。じゃあ逃がします。あ、ダヴィンチフィッシュ狙ってきますよ。いや、この天竜のねビッグベイトロッド去年から使ってるんですけど、ほんとね丈夫で曲がって魚がよく最後まで残ってくれて使いやすいですね。ちょっとね柔らかめなんだけど、だからシーバスの口ってすごい柔らかくて、かかりどころ悪いとすぐ握れしちゃうんですけども、これプラスドラグ効かせながらやってる分にはね、結構最後まで魚を連れてきてくれるっちゅう。このエクステンス DC9 型のやつね、これのドラグもスルスルって出てって気持ちよく出てってくれるっていうのもあるんですけど、すごいね、多分これより大きいなのがかかってももっと安心感あるファイトができるんじゃないかな。で、俺のダヴィンチは橋脚にぶっけてね、中にもう割れて水が入っちゃう。よく見ると中にね水が入っちゃってるんですけど、これがね重くてねよく飛んでね、釣れるんです。だから、あ、水入っちゃったっつってもねジャンクにならないね。当たり今もねバンバン出てますからね、ちょっとねぶつけたりしてね中に水が入っちゃうようになってもね、心の持ちようで結構全然釣れちゃうんで、捨てたりしたら絶対ダメですよ。まあね、乾燥させて直す方法なんていうのもありますんでね。ただ結構これはこれでねよく釣れるんでね、あえて直したりはしないんだけど、これは動きが他とは違う、あなただけの旅地になるかもしれないですね。来ましたよ。おお、いい引き。ちょっと潮が速くなって反応する魚のサイズもちょっと大きくなってきた。
あ、大丈夫大丈夫。さあ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 。地合いだからマッチもビッグベイトフィッシュかけてくれ。ういしょー。おおー、重い重い。よいしょー、でかい。あーあー、落ち着け落ち着け落ち着け。ダビーチフィッシュ落ち着くんだ。思ったよりでかかったです。さあさあ、ダビーチにいいサイズ来ましたよ。あーね、秋っぽい感じのいいとこかかってる。あー、だいぶね、引いてくれましたよ。ちょっとね、抜き上げるには大きいサイズだったかもしれないですけど、無事上がってくれました。ダビッチフィッシュ、ね、よいしょ。じゃあね、まだまだ、潮は動くんで、ちょっとね、引き続き狙っていきたいと。おお、結構簡単にポロッと取れました。こんな感じで、よし、ダビッチ秋の鈴木釣り楽しめております。はい、じゃあ逃がします。ダビッチフィッシュサイズはですね、67センチ8センチぐらい、67、8センチです。はい、じゃあ逃がしてあげたいと思います。ベイトタックルでね、ゴリ巻きでやっております。はい、ありがとうさん。なんか地合いが過ぎて正午時間に戻っちゃったな。セイゴセイゴセイゴくん、おお、近くに鳴きたな。よく引き寄る。ういよいしょ。ういはい、またね、ちっちゃいのが反応する時間に戻ってきましたよ。セイゴサイズだけどね、嬉しい。ジョイクロ128にね、振ってくれるとだいたいこんなちょっと小ぶりなのが釣れてくれます。じゃあね、逃がしてどんどん釣っていきたいと思いますよ。